到着しました。コモ神社というところです。なんか遠目で見たらね、あのホークスファンなんで高神社に見えたんですけど、コモ神社です。あの宇佐神宮に関連するところでやるというところでやってきました、うん、なんかいきなりねこう魅力的な建物群があります。これなんでしょうね。橋だよねこれ。何かな。ちょっと写真を撮っておきます。パシャッと。ここが入り口か。あ、やっぱ大きいですね。ちょっと広角で撮ろう。あれはもしかして、あららららららら ら, ら、ちょっとこれを見に来たんだけど、改修中なんでしょうか。ですね。うわ、これ見れないんか。ちょっとつらいな。あー残念。令和の大修理。あの写真で我慢するしかないのかな。ちょっと本体が見れません。この巨大な門を楽しみにしてきたんですけど、なんとまさかの大工事中でした。あ、でもね、もう一度来なさいということでしょうね。あっちが本殿、本殿です。本殿どうしようかね。喋ることがなくなったんだけど、うん、なかなか焚き火ってできないよね最近。うん、なんかこういう絵面もね悪くないですね。火が、あっちだ、焚き火のパチパチパチっていう音が入るといいなと。この小茂神社の御神体といいますか、それはですね、あの厳島みたいなの池の中にバーンってね、まあ、埋まってるっていうかね、まあ、そんな感じなんですよ。どこにあるのかな、この池のどこかに。あれだ、この通路をずっと行けば、神様の、指さしちゃいかんね、神様の足跡があります。あっち、ずっとあっち歩いていったら、さっきのあの池に刺さってるって言ったらダメだね。なんかあの鳥居があります。鳥居っていうか、あれがね御神体らしいです。それが宇佐神宮の元みたいな感じです。全身。あ、こっち裏手。なんかこれちょっと見て、ほらこれ、あのほら清丸さんの上がった時のあの辺に似てない、これこの雰囲気ね。気のせいかな、これ。なんでこれ似てる、ほんと似てるわ。何年か前ほら階段の上バーって上がってきたやん。あそこに似てるね、ここの辺似てる。おっ、これはまた樹齢たくさんのやつがあります。お、ちょっとなんか門が工事中でややテンション下がったけど、これはこれでいいっすね。こういう神社って私いろんなとこ行ったけど、こういうのはまた初めてかな。なんかあの湯布院のあの近隣校やったっけな、あそこに似たような感じのがあったっすよね。ちょっと広角で撮りますね。これやっぱね、一個一個こうと門がえらい綺麗っていうか、こうすごい豪華ですよね。でもここあれじゃないですかね、初詣、本当はブワーっていっぱいここに行列ができたりなんかするんじゃないかな、本当は。なんかすごい歩きやすいですね、広くて。ぐるっと周回できるんじゃないですかね、向こうからこう行ったら多分同じような感じで行けるような気がする。小茂神社は別名大貞八幡とも呼ばれ、宇佐八幡宮の元宮ですね。元宮じゃなくて元宮って読むんだって、あれ元宮ですね。元宮であるとも伝えられてます。まあそれぐらい由緒正しいものなんですね。それは豪華になりますよね。やっぱりね、この角度からすると水面に鳥居が映ってめっちゃ綺麗です。あのなんかあの鳥居のあのこの棒のところが長いので、あの前見た金輪湖のやつよりかちょっとまたね違った絵面になってると思います。ちょっとアップしよう。うん、こんな感じ。すごいいいですね。今日結構ね少なくてすぐ撮れたんですけど、普段めちゃくちゃ人気あったら大変でしょうね、ここね。行列のできる鳥居になる可能性があります。あのなんかね、写真映えするし、ね、そういう場所じゃないかもしれないけども、でもすごくいいね、いい場所だった。ここが入り口って感じです。